はいどうも、豊です、明けましておめでとうございますというちょっと言いづらいねことが起きたんですが、それでもね、自分の活動をしていかないといけないなと思いまして、YouTube をアップさせていただいてます。今日はですね、千葉県船橋市に来ております。船橋にはですね、船橋メグスパという、まあ、簡単に言うと温泉というかね、お風呂の施設がありまして、スパがありまして、なんとここは年間30万人が来ている場所で、その施設の中に僕がね、僕の YouTube でも発信してますけども、日本一周をした時に撮った写真を展示していただいてます。日本一周だとね、大きすぎた、範囲が広すぎたんで、写真の枚数も多すぎたので、日本三景ね、特化しまして、日本三景の写真を3個に分けて解説も入れて、飾らせていただきました。かなりね、いろいろと工夫させていただいたら、スタッフさんも喜んでいただいて、とても喜んでいたので、僕も嬉しかったですね。船橋メグスパさんはですね、年間30万人来てるんですけど、その人気の理由として、こちらのね、船橋北部工場の熱源を利用しまして、お風呂を温めていると。なんで、冬場とかね、すごい暖かいんですよ。僕は月1ぐらいではね、行ってるかなと思うんですけども、そこでチャンスをいただきまして、僕の写真を掲載していただくということになりました。ということでですね、中はねちょっと映せないんですけども、大人500円でお風呂に入れますから、フィンランドサウナとかもあったり、スチームサウナとかもあったりねして、とても僕は大好きで月1ぐらい来てるんですけども、大人500円で来れますので、ぜひお近くの方はですね、僕の写真を見るがてらというわけにはいかないですけどね、まあ、集客せずとも集客せずにですね、年間30万人ってことは月に3万人近くは来てるので、そんなに来てくださいっていうほどではないんですけども、もう勝手に来てくれるので、もし興味ある方はお風呂がてらにね、ぜひお越しいただけたらと思います。大人1人500円、子供無料です。ということで、本日の動画は以上となります。中はねちょっと撮影できないので、ぜひ中で僕の写真を見ていただけたらと思います。以上です。ありがとうございます。